Takeshi Hamada, I'm graphic designer in Akasaka, Tokyo. グラフィックデザイナーであってアートディレクターっていうのはその仕事の時のポジションと自分では思っています、うん、そう結果的にはそういうのが多いでしょうね。ただそれは自分でなんかこう文字をでかくしたりとかグラフィックデザインするよりもそっちの方がその内容にふさわしいからそうしてるだけであんまり意識的に素材を他人が作るか自分が作るかだけの違いで自分が作るからグラフィックデザイナーで他人が作るからアートディレクターなのかっていうその区分けがちょっと自分の中ではっきりしてない。